In 1992, the Japanese government introduced strict new laws against Japan's organized crime syndicates, the Yakuza, in order to undermine their at that point in time substantial power. Once an army of more than 80,000, their numbers are the lowest since 1992, and the traditional world of the Yakuza, which has been existing since the 17th century, is crumbling.怖いなっていう感じですかね。アンダーグラウンドな世界にいるのかなっていう感じではあります。まあでもなくなっちゃったら、まあ昔からあるんだろうし、釣り合いが保ててればいいんじゃないですかね。俺は偉いんだみたいな感じで歩いてたんですけど、今は全然怖いと思ってません。営業にしてもそうだし、なんか問題が起こった時に対処してくれるのがヤクザさんかなっていう。 To this date, Japan has one of the lowest crime rates in the industrial world, with crimes related to drugs being strikingly low. A fact many contribute to the very existence of the Yakuza, Japan's so-called necessary evil. それで今は9だったもんで、ここに布団とかあり寝て、朝の大体3時頃には目が覚める。よく寝るから、一日の始まりをウォーキングし、いい空気を吸って、よし、今日も頑張るぞという気持ちの中で、何しろ心がスカッと爽やかに、 なっております。名前は中村陽一です。銀座のライオンと呼ばれてただけで、住吉会37年おりまして、組織委員長をやっておりました。今年の3月、 堅気になりました。バッサーイ、バッサーイ、バッサーイ。ヤクザの前は今震災で頑張ってる自衛隊に2年、それで銀座というとこを知り、こんないいとこがあるんだと、いい女ばっかりいて、 男の活躍する場はここだなと思い、自衛隊を2年で退職し、20歳からずっと銀座だけしか知らない。で、素敵な親分を知り、この人の黙ったら死ねるという心を持って今日までやってきました。素晴らしい組織だと思います。まあ2万人ぐらい いるんじゃないでしょうか。ヤクザというものはトラブルあってこそヤクザ、相手がいて相手と喧嘩をし勝ってこそヤクザだと思って今までヤクザをやってきましたが、ラッキー。相手から電話あり、それで負けるという、 負けて当たり前というのが嫌でやめました。今のヤクザというものは、警察、ポリスからの圧力が強くて、自分のやりたいことを大きい声、喧嘩やるとみんな、すぐ捕まえられる。刑務所、プリズン、名刺を出しただけでも捕まる。これではもうヤクザが 生きていけるなくなってきましたね。全然今の方がいい。ストレスゼロ。銀座ライオン頑張れ。終わり。これ厄介じゃなかったけど。
気持ちいい。 OK 気持ちいいよ。現在暴力団対策法に基づいて指定されている組織は22団体あるんですね。まあ、現実的に 山口組、稲川会、松葉会、住吉会、まあ、その他の団体があるんですけども、田村則夫です。年は64歳。群馬県警察に41年間奉職しまして、約37年間を暴力団事件として取り扱ってきました。平成4年に暴対法が施行されてからですね、一番利点があるというのは、各事業者、あとは各個人個人に対する嫌がらせ、その項目が第15項目があるんですね。例えば、まあ、風俗の関係者 に対する見かじめ、あとは金融機関に対するお金の未払い、あとはその建設業者等々に対する嫌がらせ、まあ、マネーロンダリングですかね、要するに銀行を抑えるっていう、それはまた特別法があるんですね。まあ、要は暴力団が不法に得た利益が分かった場合には、その口座を抑える。暴対法が施行される前の彼らの動き、そして暴対法が施行された後の彼らの動きを見ると、歴然として暴対法が施行された後はですね、威力的にも若干弱まっているという感じは当然見受けられます。なぜならば、暴対法の中でも各組員が事案等を起こせば、暴対法の中止命令という行政的な処分を課せることができるわけです。たかが行政的な処分を課せられるということだけでも、ものすごいペナルティを組員たちは、食うわけで、それが度重なると再発防止ということで、その組員の身柄を確保することができる。そうすると1人減り、2人減りという状況になると、組織としても軟弱になる。私は武道総本庁の総裁を務めております長道院大閣です。日本の黒幕フィクサーと、日本の国の問題点を指摘し、外国とのつながり、外交交渉、それらの総合的な国家戦略を指導する立場におります。この空手の流派の家元を私の手で総括しておる関係で、いろんな国々のいろんな人々が空手をやっております。そういうネットワークの中で、ビンラディンは長道院の弟子だと、アラファトも私の弟子だと言われるようになりました。そういう革命家、レボリューションパーティーの人たちをサポートすることが多々あったことから、日本のガバメントからテロリストと言われているわけではありません。ヤクザの牢の私が指導するコンサルタントです。今日本のヤクザは、いわゆるアメリカの指示で、日本の法律においてヤクザを全滅さすと、全部ヤクザを潰してしまうという方向で、行政が厳しくヤクザにプレッシャーを、圧力をかけております。だから私は五条に
早くヤクザを辞めて新しい一つの組織を作ること、市民防衛のためにできたのが任侠道、任侠組織です。そして、困ってる人があれば助ける、また犯罪者、悪いことをして逃げてる人を任侠の人たちが今の言うポリスの助けをする役割、ポリスと同じ行動を任侠道のヤクザの人たちがやっておった。これが江戸時代武士道が政治を行っておった当時の武士道、武士とそして任侠道ヤクザとの関係、これは補完関係という、お互いに助け合う関係を持っておった。新しい時代の弱気を助け強くをくじく組織をこの日本に作っていこうと。ヤクザはみんな潰れますから、その中の正しい人、任侠道という道を掘れてる人を集める、まあ、そういう意味では指導者としてヤクザ生活の経験も生かせると思います。でやっぱりああいう人を頼って全国からヤクザが集まっていくと思います。今日はですね、松葉会系玉川一家第8代目総長田中豊彦さんに、会うつもりで任侠道の親分です。入ること自体は犯罪ではないんですね。ちょっとインテリの暴力団が言うのには、要するに憲法で定められている集会結社の銃、まさしく暴力団も、集会結社ですよね。そういう銃があるんだ、憲法で保障されている集会結社の銃があるんだということで彼らが集まってる。だからそれだけじゃ違反にならない。以前は例えば田村組、その外看板を出していたんだけども、要は暴力団事務所がある周辺に住んでる住民が、訴訟を起こして、この地区には事務所はいらない、暴力団は、排除するっていうようなことがあれば裁判所の命令で退去命令ができる、そういう法律もあるんですね。だから今は何々組という看板は避けてないのが実情ですね。来てる来てる、どうしましょう、どうしましょう、ほら、ほら、撮ってますね、おまいがしすごい、あ、いっぱい若い方が、すみません。私はこの人に捕まったからお友達になって、そのまま逃げ、それ持ってくんすか。よろしくお願いします。リハーサル付きだな。病んでたからね、牧野から松葉会の会長も揃って、でその後で私をいじめてん、もうバカ野郎、いや田村さんごめんなさいやっぱり男と男だから、お互いのルールがあるわけだね、そのルールを犯せば答えるものも答えないし、聞きたいものも聞けないし、何にも聞かないよ、何にも聞かない、交流22時間のうちに何にも聞かない、毎日水とコーヒー持ってきて早く出してタバコを吸いして、朝来るとまたおはようっつって来て連れてって山話をして、でこんなことやってて時間切れになっちゃっていいんかなってこっちが心配するんだよ。暴力の取り締まりということに従事してきた中で、やはり自分のその島を下りしている中で他の団体を入れない、こ
これがやはり、地元の組織の、親分所がやることであって、その形がだんだん崩れてきた。まあ特定の団体を出さないけども、だんだんその自分の島でありながら他の団体が入ってきた。それをうまく阻止するのが、地元の統制を預かっている連中だと思う。反対のことはできない。反対のことをすれば当然使用関係が黙っていない。でそのしかし他からは侵略してくる。その狭間でどういうふうに生きていくかっていうのは、やはり田中の親分が言う通り、まさしく、仁義だと思うんですね。利益に走る、だからさっきも言ったけど、利益に走るということはしちゃいけないことも平気でやるんだよと。それは私は薬が嫌いだよって言ったでしょ。薬が一番お金儲けには手っ取り早いの。競売妨害法でパクられるなんてのはね、お金を出しててパクられるんですよ。ね、捕まるの。ところがシャブはあるいは麻薬は1円で買ったものが何千円になるわけだから、一番手っ取り早い。ただしそいつに蝕まれるやつのことを考えないんですよ、ね、でこれだけもう社会が違うでしょう。もう、せめて俺たちが少なくとも自分たちが敗戦の浮き目にものがなくて、だから平気でこの利益に結びつくもんだら何度もいいよと、そのぐらいまた厳しくなってきてるんですよ、世の中の経済状況がね。俺たちがもしいい加減のことをしたら、俺たち以下は もっとなくなるんだよ。俺たちがもう本当の底辺なんだよ。これ以上下はいないんだ。だから俺たちはしっかりしなきゃダメでしょうが、ね、意地もくじけないし精神も曲げられないですよ、これをヤクザがいい加減のことをしたら、もうヤクザは世の中から抹殺されますよ。第一、もう抹殺されそうなんだから。そういう輩がいっぱいいるわけだから、そうでしょ、だから掟は厳しいですよ。掟は厳しいですよ、やっていいこと悪いことをわきまえなければね、これは掟は厳しいですよ。昔は銀座でもう37年というものを遊んできたけど、まあ、銀座の方はもう破門になったから行けないけども、まあ寂しいもんです。今新橋の方でお世話になっております。ウェルカム。前は稲川会じゃない、山口組じゃないんで、銀座をかっぽしてたよ。今一人もいないよ。飲んでたら俺だけだよ、お前。これから肩着になり、日本のために不動産、金融、ボクシングのプロモーター、芸能界、いろいろと大暴れをしていこうと思っております。カラオケ屋だった。一人下手な歌を歌う子がいるんや、誰か。うるせえよ、お前ら、下手な歌を歌いやって。親分と見るよ。何もやることはない、今のところは。今週からここへ事務用品が運ばれ、ここで会社という組織をやっていきます。あさっては大安であり、2500万入るけども、これもきちんとしたビジネスの中で入ってきます。取れたけどね、お前聞いてんのか必要なんですかね、はい、かっこいい事務所作りをしなきゃいけないよな、これ。はい、ここにはこういうのもあるんだぞ。自分で見れてやっぱり後悔ですよね。コルスとか言えちゃいますね、やっぱり上場の時に検査されるでしょ。指は、
今ヤクザがブローカーやって土地をいじろうとする、これはもうヤクザはできない、そういう法律になってしまったから、ヤクザが絡んでるだけで仕事はパーですよ。おばあ、お前知ってる、すごいね、じゃあお前に中継やるよっていう気にはならないよな。うん、体が動かしてくれ。スモテクノロジーさんっていう会社は関係ない、終わった、申し訳ございません、はい、さよなら、ちょ、来てみ、あ、来てみ、はい、名刺は、だから、まあ俺もヤクザ時代からやってた不動産、何でも芸能人、芸能界とそういう金銭の取り立て、これは今私はできますよ。チャリティー、チャリティー、チャリティー、それでは本店ではまだ集めますから、人、うん、人集めます、キリでブラーンってやったらここで行ったの、だからもう一人行ったらしいよ。ヤクザの仕事で禁止っていうのは、チャカの売買、チャカといったら拳銃ですな、売買だとか、覚醒剤の売買、マリファナ、こういうのは禁止ですよ、薬関係は。それでこういうのはもう警察の方もおとり捜査までやっていくことになってる、うん、だから俺はそういうことはやらない。そのぐらいの力がない。5時だ、経済に入っていかないと生きていけない。でもヤクザになる人たちは大学も出てないし頭はあんまり良くない、暴力だけ、それが急に経済と言われてもそううまくはいかない、うん、でもやっぱり中には賢いのがいて、はい、ガイズどうも。 Thank you for traveling with us and we look forward to sending you again。松葉会の先ほど人数と言ったけども警視庁の公表では1200人ですね。しかしこれは登録をされてちゃんと大門を持って、いる人たちだけど、その大門持たないで仕事をしながらいろんなお手伝いをしてくれる人、こういう人は入れるともう4000人ぐらいになるでしょう。だんだんこれみんな喧嘩だよ、これ喧嘩好きだから。 あとは刑務所ばっかだ。さっき言ったチンピラみたいなのが生意気なことで引っ張られちゃうし、それと組織機関でもトラブルがあるとその頃はもう真っ先に飛んでった男です。男らしい顔してるけども心は乱暴者。このまま締め付けが強くなれば形を変えるよりしょうがないんじゃないかな。日本のヤクザはビジネスは公表はできないな。今後はあんまり締め付けが強くなって事務所も公開しない、集まる場所も秘密、シークレット、看板も上げない、グループの名前も秘密にする、いわゆるマフィアみたいな形を取らなければなんなくなってくると思うね。ナンパ、電話ナンパ、ゆいちゃん、中村です、中村です、もうヤクザやめたからよ。お前そういうインターネットとかできんの？それだところはこの上のやつらがね、2人俺のこと決めたくてしょうがないから俺を破門にしたわけだよ。まあ金の追い込みで来たわけだ。でも払うような金じゃないわけだから、こっちは日光ホテルにおいて一生懸命話をして、この野郎払えるわけねえぞボケーなんてやってたわけだよ。そういったところはこいつらが、じゃあ執行部の人に電話していいですか、しえって電話ぐらいせろくのやろったの。そしたら電話したらこいつらよ、待ってましたばかり俺を破門だって、自分のことを自分でケツつけない男だって。普通だったら37年ヤクザやってきてだよ、それはショックですごいと思うよ。とは俺の場合気持ちをよパーンって入れ替えたんだよ。
だから2日でこの事務所だって会社ね自分のものにしたんだよ。もちろんタダだよ。ワンフロア全部で50坪あるよ。うん、今こう住吉はそういうのはダメだからと。500円に転売したんですよ。目の前の500円にでクビになっちゃうんでしょ。これ今これですから。ヤクザは金儲けができない。ヤクザはもう潰れるしかないんですよ。今もう対立構想をやるなって言ってるんですから。上がなぜか暴対法なんです。対立構想で間違って一般の人に怪我させてしまった、命を取ってしまったって言ったら、これに向かって賠償責任請求ができるようになっちゃったんです。こういう法律ができちゃったんですね。で実際やられてるんです。負けてるんです。でもね、この対立構想っていうのは暴力団のもう生き様を変えてしまったんですね。暴力団っていうのはもうはったり見栄で生きてます。暴力団を恐れない、暴力団に金を出さない、暴力団を利用しない。お帰りなさいませ。ではいつものように投資事業組合を通しますのでよろしくお願いします。契約解除させていただきます。叫んな。契約に違反するんだ。1億用意しろ。1億。これは皆様の仕事とも相当関係すると思いますよ。このベンチャー企業の投資っていうのは、ベンチャーはやっぱり明日倒産するかもわからないということで、なかなか金融機関投資しない。大きく分けて2つ。1つは新株、これを発行させて株操作して売り抜けてボロ儲けするっていうやり方が1つ。もう1つは投資と引き換えに株を入手して役員を派遣にしてその会社を乗っ取って、ただ社長とかこっちの色のある人間は当然いませんよね。だから調べてもわからない。でいよいよやばくなると、さっき言ったように株操作して売って倒産させちゃう。新たな被害者を生むことになるんで、金を出さないっていうのが一切の関係遮断という言葉になってるんですね。暴対法で対応できますので、毅然と対応していけば必ず撃退できます。安心してください。暴力団追放、こういうとこもみんなそうだよ。みんなそう。もう立ち退いて、ここを全部出ればすごいビルが建つわけだ。だからその不動産の地上げ物件を見てるということは、今こうやって駐車場にしてやってるけども、これを上げたらもっと大きいビルが建つ。だからこれを上げたいわけだよ。これをビジネスにしていきたいね。ヤクザっぽくない。これは歴史とした仇の不動産業。うん、お金がある人がどうぞここ立ち退いてくれませんかって言ってお金を渡すわけだよ。そうすると表から裏まで全部くれば大変なビルが建つわけだ。よせ。でみんな立ち退き料っていうのが欲しいわけ。出ていくからお金をくださいと、その戦いをしてるわけだよ。うん、でも絶対出たくない人だったらどうするの。だからそこでトラブル、まあトラブルっていうかな、発生するわけだな。だから裏の人でも使って殺すか。
いうようなことトラブルを解決するのがその地域その地域の親分たちの役割だったと、まあ、それがだんだんこう、明治時代になってですね、まあ、その後いわゆる現在の形の暴力団という形 にだんだんこう発展してきたというのが形だと思うんですよね。で経済ヤクザというふうに言われた人たちというのは、まあ、伝統的な賭博とか薬物とか警察の捜査を受けやすい分野ではなくて、日本の経済が高度成長していくに伴って日本の一流企業が大きな収益を上げると、そこに何らかしら の形で関与していって、企業から金を引き出すという活動をしていた人たちがバブル経済の頃にですね、日本で金が余った時代に当然表の社会が金が余ると裏の社会にも金が流れていくというようなことが、当時あって、でその時に例えば不動産取引に関与するとかですね、金融取引に関与するとか、まあ、そういったところで、莫大な金を、暴力団側に引き出していく人たちが、経済ヤクザと言われていました。でその人たちは経済新聞や経済雑誌を抜かれなく隅から隅まで読み回して頭を使って活動していく、という人たちが、いまして、まあ、リーマンショックがあって従来であればその例えば証券会社とか銀行とかで金融のプロとして働けている人たちがノウハウを持っていると、で会社をクビになってしまった暴力団幹部たちがスカウトすると、お金に色はついてないんだと、本来でしたら、まあ、健全なファンドマネージャーと言われている人たちですが、まあ、暴力団の資金を運用するということであるから、まあ、一部の人たちはそういう人たちのことを闇のファンドマネージャーと呼ぶ人たちもいるということですね。まあ、言ってみれば資金の出所が暴力団というだけであってやってることは株式投資とかですね、まあ、健全な経済活動と言ってもおかしくない。それでもやっぱりそれは暴力団が出資者で暴力団に利益を還元するということであることは、暴力団の資金源が増えると、でそれを警察当局は問題視している。ここ数年警察はこれについての摘発をできないだろうかという研究をしていました。法律論的なテクニカルな部分があってなかなかそれがクリアできない状況になっている。暴力団だからといって取り締まる法律を作っていいのかというような大論争が起きました。暴力団の資金を、ファンドマネージャーとして、預かると、で投資して利益が出てそれを暴力団に還元すると、でこれを やっちゃいかんって法律なり条例なりを作ってもですね、これをどうやって操作するかってこれはかなりね非常にね困難を伴う厳しい操作になると思います、ね、暴力団側もその一部頭の切れるインテリ層の人たちもいますから、そういう人たちが自分たちのから金が出てるなんてことはすぐバレるようなお金の出し方はまずしないし、どう取り締まっていくのかというのはこれは非常に難しい操作だと思います。でその資金源獲得のパイプを警察が遮断するような取り締まりを強化するというのが、まあ、一番有効で、例えば賭博とかですね薬物とかっていうのは警察は徹底的に捜査摘発してきて、で今賭博やってる人が、ね、多分いないと思うんですよ。暴力団でそういったことを徹底的に取り締まったおかげだために暴力団が表の経済に出てきてしまったのかもしれませんしね。そのマフィア化じゃないですけど地下組織になりつつあるような、で、何をしてるか警察も把握しきれないような不気味さが今出てきてると。玉川はですね、江戸末期その頃に初代が、秩父元町付近においてですね、その傍ら博打としてそれで古文を集めて一家を構成したんですね。あれ、伊藤ちゃん元にいるじゃん。ヤクザはね、暴力だけじゃダメなんです。頭も必要だし社交性もなきゃダメだし、お金もなきゃダメ。やはり本当に真剣に心からお付き合いができないよね。だから片地の人がこうやると我々も片地の人のためにやることもあるけど助けてもらうことの方もあるわけだから、だから片地さんに怖がられちゃったんじゃ我々もご飯は食べていかない、協力者がいらないってことだね。
カンウーマンになったんですか。ラッカンウーマンバイバイ。ラッカンウーマンバイバイ。ヤクザの一般的なルールは敵の人、これをいじめないということですね。特に老人、婦人、女性だね、それと子供、これはあまりいじめてもダメだし。私の場合はですね、群馬の出なんですね。で、群馬県に終戦直後、遺児たち、孤児ですか、そこへは毎年決まって福祉のために使ってくれということで、そんなに多額じゃないですけども、やっております。この震災についても、町内を通じ、ただ売名行為になりますんでね、玉川一家なんていう看板を入れるとなるんで、これは町内を通じて協賛を、寄与させてもらってました。ただヤクザの本当のこのなんていうの、生き方ね、任侠っていう言葉がね、任侠道っていうのを言うんだけども、強い者には負けない心を持って、弱い者は助けてやる心が任侠の心、優しいだけじゃダメだな、やっぱり、全部が優しければこれは話にならない。はい、あります。高校にやってなきゃ。もちろん我々もこの綺麗事だけでは食べていけないんで、いわゆる見かじめというか、それと挨拶料というか、そういうものは頂戴してますよ。まあ、これが玉川一家、今バクトなんだけども、バクチがなかなかできない、まあ、これは関係の取り締まりが非常に厳しくなりましてですね。で、昔は現行犯じゃなきゃ逮捕されなかったものが、今は非現行でも逮捕できると、そういう情報の意味でも捜査の対象になるということですね。だからなかなかその花札賭博にしろ、サイコロ賭博にしろ、そういったものができなくなっております。それはうちには規範がありましてですね、尻に走るものはダメですね。それと私に逃走するものもダメですね。それと、まあ、家内のことを口外するものもダメですね。それと任侠の精神に違背するものもダメですね。そういった5か条ぐらいが、まあ、大体の目安として、そういうふうに教育もし、それに反映したものは排除します。特に薬物に手を出したものはもう絶対許しません。そういうルールを無視したらね、何にもなくなっちゃうってことだ。破門、絶縁、これはヤクザにしては死を意味します。後々殺されてもしょうがないってことです。48歳が11年前や、親分が店をやってくれいうことでやった3800万うまくいかなくて、その金がなくなったんや。だから指切って、指に引っかかる、ちょっと怖いな。ここお前当たったらどないすんや。お前あるんだから、20人ほど若い衆を集めて、それで行くぞ、1、2、スンってやったけども、やっぱり自分の指は力が弱まった。2回目、1、2、3、まだダメや。最後3回目、1、2、3、これ取れたんや。手術よ。それから2時間かかった。初めての医者だったんで、不便なとこ言うたらゴルフの飛距離が落ちたぐらいかな。それだけや。神棚の飾っとったんや1年間。親分どうもすいませんでした。親分におとりなしのほどよろしくお願い申し上げます。自分の意思で詰めたんや。誰から言われたわけでもない。これもう使えないやないか。お前フィリピン行くときどないしたらいいや。
なくなっちゃったよ。捨てるわ。お前色全然違う。機械じゃどう調節してもこの手振りの色合いにはならないですね。手振りの方が痛くないって言うんですね。我々が掘ってた掘り始めた当時の朱色と日本の朱で日本画の顔料なんですけど、水銀が入ってる朱なんで、この朱を2時間ぐらいつくと40度近く熱が出るんですよ。その日だけ、掘った日だけ。その痛さとその熱の我慢をしなくちゃいけないんで、朱が多ければ多いほどその我慢したなって、価値があったもんなんですよ。昔はそういうのありましたよね。あんまり痛がんな、もう来んなとかね、帰れと。いろんなところで渡り歩いて、いろんな組織に入って、それで修行し勉強させてもらったもんですよ。仲間、ヤクザ仲間に入れずに掘って、針をつけて、それで針を捨てて、それであとはこれを滅菌機で、昔使ってたのはこういう昔の。江戸時代ですね。今でいう刑務所ですよね。当時島送りなんかっていうのがあったんですけども、そういうとこへ島送りされたと同時に、腕にこう着物の裾から少しでも手を挙げたら見えるぐらいに入れ墨入れられて、一回行くと一つ輪っか輪を入れられて、次に行くとまた入れられたとか。でそういう人たち、島から帰ってきて島送りになって、罪人なんで、結局前科者だってことで、人が避けて通るような。で仕事を探すにしても仕事ももらえない。結局仕事作ってと命がけの飛び職だとか、そういうとこしかないん でそれを消すために、周りをこういうふうに額にした文化が始まったんです。罪人からの始まってる入れ墨なんで、元がそこにあるんで、ヤクザと入れ墨っていうのは結局はついて離れないようなもんなんで、その時代から。我々の時代はほとんど組の親分が入れ墨入れてこいって言って、親分がお金出してくれてね、若い衆に掘ってこいって言って、見て威勢のいいもので、龍子の戦い、虎と龍を戦ってるところを入れるとか。30年ぐらい前までは間違いなくそういう掟がありましたよね。ルール的にヤクザになったら入れ墨になくちゃいけないって、罪人プラスヤクザプラス入れ墨っていうのは少なくなってきたんじゃないですか。結局片木さんの彫り物が多くなったのもあるし、今若い人たちは渋谷なんかで、原宿なんかでも結構和彫りを入れて T シャツピアスしたり何かして、あえて見せてタンクトップ着たりして見せるようにして歩いたりなんかしてるから、その境目があまりなくなってきたんじゃないかなと思うんですよね。サウナ、銭湯、あとプールね、入れ墨お断りはないのは。
どうせ、はい、あれが分かったな。あれは私の名前ね。これは各一家の継承式典という、次の新しい親分になってもらうための大事な儀式。テリトリーと、それから一家一門がどういう歴史を持っているかという系図というんだけども、そういったものをこの場で全て譲り渡しますよということ。ヤクザの場合は魂というんだ、魂、スピリット。まだ日本では修行っていうんだね、これ。これは掃除、洗濯、もちろんご飯を炊くことも、コックもすることもしなければならないし、これはお坊さんにしても、誰もみんな そういう世界にいる人は、スポーツの選手も入ってきて、新しい時はみんな先輩のことを面倒見なくちゃならないな。自分が若い時はもう当然そういうことでした。もちろんお米を買うのも私が買う、子分は一生懸命やればいいという、そういうことがルールです。自分が入ったのは7年ぐらい前かな。あとだいたい朝は8時ごろ起きてご飯を作ったり、あとはそうだね、掃除したり、いろいろ熱海の周りのことをやるのして、だいたい1日終わっちゃうんですね。自分の親分のためにはそうだね、死ぬまでやっていこうと思いますね。真田取引様、よろしくお願い申し上げます。その組のため、一家のため、あるいは会のために、何度も何度もプリズン行ったり、そして、少しずつ少しずつ人間を磨いてきて、人と人との付き合い方も磨いて、そういうことで世間が認めるようになると、初めてそれで兄貴分になったり、組長になったり、親分になることができる。浅草とヤクザというのはやっぱり庶民の町であり、まあ、武家の社会から遠のいたところで、ここの方で発展したんじゃないかな。神門辰五郎から始まり、まあ、いろんなヤクザがいましたですよ。ヤクザというのは役に座ると書いてヤクザと言ってました。町のトラブル、喧嘩、そういう揉め事を一切を、頼みに来て、これを処理したのがヤクザだと聞いております。ただ今、ヤクザというものは893、なんていうことを言われて、ためにならない人物だということで、それが代名詞になっております。誰でも入れる。男を磨くんだったら何のテストもない。いや、毎日2、3時間しか寝なかった。それでいつ喧嘩があって、もういい、トラブルがあったらいつでもバーッとそこへ駆けつけられるように、厳しい拭き掃除から何から、そこへもう1年2年3年と、そういうことをやるとみんなすぐいなくなる。俺たちの時代のヤクザ願望っていうのは、高倉健の映画を見たり、そういうヤクザ映画がいっぱいありました。
そのかっこよさに憧れて、ああ俺もなりたいということでなったもんですが、今若いやつを見ると、まあ全然そのヤクザになりてっていうのはいない状況になってしまったな。ましてや部屋住みというて、その束縛される人生を送る2年ぐらい送るんだけど、それにもなり手が一人もいないね今は。うん、そういう時代になってしまった。ビールちょうだい。はい、どうぞ。冷たいのね。冷たいの。あったかいのだよ。これいい。何やるの？いや、それでいいよ。今日暑いんだよ。暑いな。社長は、まあ、涼しいの着てっからやる。うん、社長は涼しいやつも長くて。だから10月からまた厳しくなるじゃない。だから、もうそういうのが禁止になったの。私たち暴力団じゃないんだよ、商人だから。全然違うと思うんだよ。暴力団っていうのは背広着て綺麗な格好してね、人を騙したり、うん、オレオレ詐欺やったりするのが暴力団、うん、まあそういう分からないけど、そういうことね、うん、なこと言うと怒られちゃいます、うんうんうん、要はそういう、まあ、暴力団っていう感じの人たちはもう大体排除されてるよね。そうそう、だから私たちも影響してるんです。あ、だからみんな露店の人たちは辞めてます、だって何時、50年も40年も殺してきてやってたのよ。もう一本、おいくらぐらい、いくら、500万円よ。え、500万円。火曜日 WBA の、ね、世界タイトルマッチを俺がやるんだよ、後楽園ホールで。もし来れたら来てよ。一番前用意しといてやるからな。また月曜日で予約で、月曜日に。はい、よろしくどうぞ。はい、まあ今ボクシングの興行が来週の火曜日にあるけども、ちょっとここのところやっぱり、まあ、ヤクザを破門になって、あんまり停止しすぎたのか、頼みます頼みますということで剣を頼んだけども、うん、バカにしてるのか舐められてるのかわからんけど、みんな電話出なくなったりね、うん、もうボクシングのチケットを与えられるということでみんな逃げてます。うん、剣が余って俺も大変だ、ストレスが溜まって。まあその興行の金の件で、まあ相手に渡す金ぴったしぐらいしか、だからあんまり儲けが出ないっていうと、肩気になったからってやっぱりここであんまり弱くなっちゃ人がバカにする。だから暴力を、もっと今度は暴力でね、まあこれしか俺も今まで37年間知らないわけだから、もうちょっと暴力を活力的にやりますよ。もっとやんなきゃダメだ。乾杯！乾杯！そうか、はい、今と同じ感じ。はい、はい、一瞬でも心が折れそうになった自分が憎い。ありがとう。はい、山本邦優と言います。映像プロデューサー、特に V シネマとかですねをやってます。で千本部やヤクザ映画が、ヤクザ系が 80% ぐらいですかね。昔から例えば日本の文化として、アウトローヤクザっていうものはもう一つの文化になってるでしょ。だからそれを肯定するまでも、でそのここはそのごく一部の人間を全体対象として、まあ売ってるのも普通の一般の人たちも、義理人情っていうのは一般にも
通用することですかな。日本人の文化として義理人情というものを強くあの皆さんに知っていただこうということをテーマにしてですね、ヤクザがかっこいいと、ヤクザがいいものだというふうなことを言ってるんじゃないんで、ただし日本の文化としてその武士道とかいう流れが残ってるのがやはりヤクザ社会じゃないかということで、あのやってるんで、それに対してリスクがあってもそれはやむを得ない部分ってあると思うんですよね。親分の形じゃ死ねや。まず怒られる時っていうのは基本的には事実じゃなかったり、またはあまりにもバカにしてみたり、まあ、実録というのを作ってるのは今まであった過去の史実を基づいて作るんですけども、A 組と B 組と喧嘩した時、なるべくその A 組がいい B 組が悪いというんじゃなくて、 A 組はそういう理由で B 組をと喧嘩になった、 B 組はやむを得ず A 組と戦ったというような、お互いなるべく悪くしないように、公平な目で、見るようにしてますね。それいくらなんでも大物揃え、ちょっと私の部屋に来ませんかというホテルで呼ばれてですね、そのホテルでずっとその部屋から出してもらえない状況になったと。で、まあ、あなた方は悪いんだからお金を払いなさいとというようなことを強要されて、いや払わないと逆に罪になるからという押し問答で、もう8時間ぐらいずっと同じ場所で軟禁、いわゆる軟禁状態になったってことがありますし、もう一つはですね、ここでじゃあ分かりましたごめんなさいということになって、もうでも売っちゃったものはもう取り返しがつかなくて回収なんか物理的に無理ですね。それをじゃあどうするかって言ったら、じゃあお金をよこせという話になるんです。大概でお金を払ったら、先ほど言いまして今度、ヤクザに対して利益共有になる可能性があるので、僕は絶対どんなことがあっても お金を払えないんですね。もちろんお金も払うお金もないですしだから そういう形で無視じゃないですけど、自分の主義主張を通してそのままにするということですね。伊藤さんはそういうのを結構許しちゃってた。山本良久です。プロデューサーです。自分の父は企画プロデューサーをしてまして、私は主に現場のプロデューサーをやっております。期間は短いもので4日、長いもので1ヶ月、予算は 安いのは1000万ぐらい、多いものだと3、4000万ですね。あとは年間は大体50本近くは作ってますね、うちの会社では。もうはまってて、これははめるところをやるので、とりあえずこれは単独というか、僕らが作ってるのは、そのいわゆるヒーローを作る、そのヒーローがたまたま題材がヤクザなだけであって、日本人の美学、まあ、武士道から始まる美学を貫いているのが、僕らが描くヤクザなので、結局、サラリーマンが仁義だとか、そういうのは考えて生きてないじゃないですか。ヤクザだけがそのいわゆる日本の伝統としてのルールを守るというで、自分の体を張って親のために、兄弟のために体を張るという部分の、そこの理想の男性像としてを描いているので、そのとりわけヤクザだからなんだとかっていうわけじゃないですよね。これは刑事物のドラマであったら刑事さんがやっぱかっこよく作るんで、僕らはそういうことですね。毎日いつも通り出かけてればさらきに行ったんですけど、勤務先がないから感じくれなかったんですよ。大仁田敦と思います。ほら、なんか一回の人生じゃないですか。だからプロレスラーもやりの、それから政治家もやりの、お国は裏切れなかったんでしょ。そのね、アクターもやりの、逆に食われるよな、あんだけ海鮮山田になるな。35 years中はプロフェッショナルレスリングだから35年間やってましたね。それは興行というと、そのヤクザのつながり、ヤクザが仕切ってたとこがあったんですよ。全部そうなんですよ。表表面だっては出てこないんですけど、そういう分かるんですよ、なんとなく。でそのつながりで各県に行くわけですよ。それは歌手にシンガーにしろ、やっぱりその昔相撲は種町っていうスポンサーがいるわけですよ。スポンサーの裏にそういった人たちがついてるんですよ。ボクシングは
その住吉会がずっと昔からやってたんですよ。よし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 、いやーよしよし、フレップフレップ曲がってるよ。4回目ラウンド4。おい佐々木君、できるわからない、いくら入ってるかわかんない。お願いします。よしよしよし、チャリティーは頑張れ日本、頑張れ東北で集めたのがある、あれは全部プレゼント。でもいくら入ってるかわからないよ。勝者赤コーナが初めてです。まあお客もあんまりね今日は入ってない状況でなかなか寂しい状況です。うん、ボクシングは大好き。でも近頃ヤクザがボクシング会場に来れなくなったから、本当久しぶりにボクシング来たよ今回。みんなジムがやるときは剣を持ってきてそれを全部売ってあげてたよ。だから要は俺たちのおかげで工業は成り立ってたみたいなもんだよ。成り立ってたみたいなもんだ。だからヤクザがお金を持っててみんなを可愛がってあげるってことや。ところがそれが今全部ダメになってしまったな。ヤクザと付き合っちゃみんな処分される、罰金払わなきゃいけないような状況や。ギャンブルは毎回や、毎回。いやいや、あんまり今日はやってない。ちょっと待って、どっちでもいいよ。俺赤1万円だよ。よし、もう全然博打というものは日本の法律では許されません。そういう時はベースボール、スモール、まあ、いろんなそういう掛け事だね。まあ野球がベースボールが一番楽しかったな。1試合250万から300万の戦いやってました。6試合あれば1500万、毎日戦ってました。よし、右右、バカ野郎、全然大丈夫だよお前。うん、今もうそういうお客がいない。お金を持ったお客がいない。今落ちてる、日本の経済が落ちてるから。 OK OK、 油断するな油断するな。そうそう、ジャブジャブ関係ない。
会ったら話し合いますよね。だからね。ね、昔話。うん、はい、いや、あの時代の役だよ。いやいや、そうじゃない。それはだって破門されてるわけだから。それはもういらないんだよ。あ、そう、出ない。そうするとほら海外旅行だとか運動の時になんかいいんじゃないかなっていうことも言われてんだよな。これから仕事で行かなきゃいけないからね。ああ、そう、うん、分かりました。その段取りの時またよろしくお願いします。はい、警察や。乗っ込んじゃなかったのよ、東部自動車とは。食べられないからだろ。みんな彼らは憧れて入ったわけだ。しかし入って今現在はそのかっこよさもない、中のその指導力もない、将来が開けない、先真っ暗になっちゃったと。危険だと、自分がこのままおればホームレスになるのか。で、私は新しい集団を作って皆さんを受け入れますよと言ってるから、どんどん来る。私はそういう生活のための仕事を作ってあげます。だから今日も仕事をだいぶ作った。商店街へ入って祭りをしましょうとか、イベントをしましょうとか。任侠堂は弱気を助けるという、そして強くをくじくという、強く強い人をやっつけると。今のヤクザは、今の暴力団と言われる人たちは、強気になびき弱気をいじめる、こういう逆転してしまった。だから道徳倫理なき、道のない、任侠堂の道のない、その単なる暴力集団というゴロ付きになっちゃったから。だから新しい、やっぱり新しい国民のためになる、国のためになる、いわゆる集団を作らなきゃいけない。それが私の防犯協会です。この年になって、もう50、今年で8になるけども、やっとでも人生の、まあヤクザ的には本当に今がそこだと思う。俺もそうだったし、皆さんもそう。華やかし頃の銀座を一番知ってるからね。一番楽しかった。私らの時代はバブルっていうものを経験したし、お金もまあ今でいう1億円、ミリオンダラも持ったし、女にしろもういい女ばっかり、もう楽しくて楽しくて毎日炎上。ロマネコンテも飲んだし、ワイン。ロマネコンテになると100万よ、1本飲んだだけで。シャンパンも毎晩シャンパン飲んだし、ドンペリー。楽しかったなぁ。まあ1ヶ月5、600万使ったこともある。でも今、焼酎でいい。今はない、そういう良き銀座というものが今はないな。誰もお金を持ってない。カタギになったからって生き方は全然変わりませんよ。カタギになった方が動きやすい。だから堂々とヤクザが時代に培ってきたことをやっていくことだ。ただ警察に対してもうヤクザという看板を外したら堂々とできるわけだよ。若いでしょ、パン付けでさつくぜ。
ね、うん、早い話が当時流行ったでしょ、女入れて商売したと、兄弟やめろそれはつって、これが発端なんですよ、うん、それでトラブルになった、本当のこと言えば、うん、でそれをかけて公衆トイレの上に土足を入れて、中で手を洗ってね、で靴も拭いたら落ちないよ、持ってこいってここになったんだよ、で持ちちゃったわけだ、でやつも、店の中に飛び込んでってペティナイフかなんか持ちちゃうわけだよ、うん、ほいでバタバタってこう、よく覚えてねえやね、うん、最後まで心臓刺したり首を切ったりそういうことしなかったよ、うん、たまたまその後の処置が悪かったんで亡くなったのと思う、うんうん、ただ鮮明に頭の中に残ってるのはね、兄弟待ってくれって悪かったってここに言ったよな、日本人のね、例えば相手を殺す生かす、これはね意地と義理があるんだよね、うん、極端に名誉を潰された時ね、うん、これには癌として戦う、でもアメリカとか他の外国のマフィアはお金のためだと私は思う、でも日本人はお金のためじゃ人を殺さないよ、それが外国のマフィアと違うところ、俺たちはプライド持ってるから、俺は一度10ヶ月の懲役行って長野の須坂刑務所行ったけども、こんなとこ二度と来るとこじゃないと思って行ってない、あなたたちは違う、何度も行くバカだ、ミスター中尾は、まあ、昔ヤクザ山口組関係の、で23年刑務所行ってると、事故もあるしやったことを、ね、刑事事件できないことがあるね、銃刀法、銃刀法、たけしは彼も刑務所へ7年間行ってきたらしい、新潟刑務所へ、右翼って聞いてたな、あんまり知らない俺は、刑務所いる間に貯めてたお金2億5000万全部持ち逃げされました、仙台と言ったらダメ、バカな男でございます、よいしょ大丈夫、よいしょよいしょ、 OK 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 OK、 だってその時だもんな、自分入れとけばいい、そうだな、金なんか27歳の頃かな、これ赤坂で女の店を面倒見るということで毎月30万くれると、じゃあその夜乾杯をした、その男が随分酒癖の悪い男で、おいおめえはこの野郎っていう話になり、その場でバッチバチしね、暴力ワンツーワンツーやって、頭の毛を取ったらカツラや、カツラびっくりしたよ後で麻布警察に御用や、あとはただ俺の場合は女房と最初の女と結婚をした、眼鏡はめとくわ、ね、結婚をしてその前に事件を起こしたから結婚の1週間後に捕まった、うん、で出てきた時に離婚、まず家族を思うな、うん、一番大事な家族を亡くしたもんな、うん、いやだからそうなるんだよ、うん、してどうも冷たいわけだ、あれだけ愛があったな、あきこさんが、それでどうした、なんか前ちょっとおかしいよ、それではやっぱり案の定別れてくださいね、うん、その日セックスはした、うん、ところが人形抱いてるみたいな問題な、よく考えてごらんなさい、角川春樹でもああいう要するに自分の快楽のためにコカインやって、事件になって、社長辞めなくちゃダメ、うん、快楽のみが、人生じゃないんだよね、うん、そうやな、うん、ケツに棒を差し込まれてよ、拘置所で、うん、それからもう人間性は終わりよ、そうじゃなくて刑務所の決まりっていうものがあるんだよな、だからそれによって裸踊りっていうんだけど、バーを通して
カンカン。カンカン。毎朝、要するに、じっと何人かで見てて、ね、手に持ってない、口を開ける、あん。それから、このままのスタイルで、棒をまたぐ。棒をまたぐ。番号。棒をまたぐ。棒をまたぐ。それから、してから、今度は足の裏見せる。足の裏見せる。それから、今度はこっち向いて、ケツの穴見せる。口は見せたからな。そう言わして、毎日、行きと帰りに検査をするわけだ。それを、人間性を無視していることなんだ、本当はな。アメリカはそんなことない。外国も。ここ本当は看板、看板かけたいけど今おまわりさんうるさい、ダメ、逮捕になっちゃう、逮捕。ちょうど店に行ったから持ってきて、これだけわざわざ看板を上げてですよ、目印つけてるところつまり日本ぐらいだと思うんですよ。ここに事務所があるんですよっつって、マフィアねえと思いますよ。そんなにわざわざ看板つけてここ危ないとこっつうんで、それをわざとやっててですよ、あっからさまにそのいりゃ捕まえやすいに決まってるじゃないですか。あんたわざとなんかだってできるやつ。そうだよ。見ですね。見ですね。組織によっては本当乱暴な組織があるから、片桐に対してものすごい迷惑をかけるようなことをしたり、ヤクザらしくない仕事をするから、やはりそういう人たちは警察が動いてこのヤクザの存在そのものを潰そうと思ってるんだね。中にまあ銀行強盗したり、それから人をさらっていって身代金を取ったり、あるいはこの間もちょっと問題になったけども、 お金の代わりに腎臓を取っちゃったりな、でそういうのがあるから、それはヤクザらしい仕事じゃないでしょう。警察が見ても許せないという感覚になってくるんだな。潰そうと思ってると思うんですけども、それも逆効果だと思うんですよね。まあ、自分も暴力団 その一員ですけど、そのやっぱし親分がいてそのルールがあるし、まあ親分にくっついてこういう悪いことしろ、ああいう悪いことしろって言われたこと一回もないですから、片桐でガキの時でいた自分のが悪いと思います。親分は自分の親なんですよ。その親の言うことは自分の親よりか聞きますから、個々にそういう悪い奴らがまだチンピラが流れてきてこういう世界に入ってくれれば、だんだんとその年数たてばルールが分かってきてやっちゃならねえってことは、普通の悪い奴らよりか減ると思うんですよ。悪いことを教えてる組織じゃないですから。まあ町のルールがあるわけですよ。あ、今店出しましたって言ったら、じゃあどこどこの組の人に話しとかないとあれですよっつ、警察がいちいちここに制服着てなんつうの助けてきても評判が悪くなるわけですよ。そうやって口も聞いてくれる人間も周りいっぱい出てくるし、で相談事もいっぱい来ると思うんですよ。それはこっちから頼んでるわけじゃなくて、おっかなくってその片桐の人たちが寄ってくるわけじゃないと思うんですよ。この組織も悪いとこしか見なければ悪いですけど、けどマナーはいいと思うんですよね。入れ墨出して洗ってるわけじゃないし、
です。5年前から知ってます。俺は会長のとこ、鈴木は局長のとこ、まあ事務所にもよく来たし、いろんな話をして仲良くやってました。仲良くなったのはある地上げの物件があって、その地上げのことで、でそれでお金儲けしようと、だからそれは失敗に終わったんだけど、そこから急激に仲良くなりましたね、二人が。まあ実験はいっぱいありました。稲川街道の喧嘩、福島の郡山の組織とちょっと揉めた時に、まあ相手を8人捕まえてみたり、いろんなことがありました。中村さんは私と先に破門になったんだけど、一緒にこれからヤクザとしては生きていくのは難しい、だけどこれから食っていかなくちゃいけないから、一緒にね、お互いのノウハウは持ってるわけだから、やっぱり心のいいやつと付き合わなきゃダメだよ人間。これはね、すごい大きくなるよ、二人のやつ。戦うものをヤクザと言います。でも戦いができなくなった。ヤクザが強ければ怖くて何もしない、その、地域エリアのね。ただそこが弱ければ、こいつらその気になって、もう何でも恐喝だろうと薬だろうとやりやがるんだ。そのための抑止力がヤクザなんだよ。まあ、昔はガンというものは必ずヤクザは一丁持ってなきゃいけないという時代だったな。何がありで、よくガンを使いました。今拳銃を使った犯罪をやれば、まず暴力団対策法っていうのが出てできて、刑の重さが違う。昔は、事務所を打ち込んだりしても、はい、3年とか4年、今は打ち込みだけで、ガラスを割っただけでも9年。今の若いやつってのは行かないな。ものすごく厳しくなった。昔はベーッと銀座パトロール歩きよった、5、60人だよ。今は3人いたら捕まるんだよ。はい、名刺を出す、捕まる、全部警察捕まるんだ。昔はヤクザがいたからこそ地域の安全も守られてきたわけや。ところが今はもう黒人あたりがやりたい放題や、薬から女から。10年ぐらい前の話ですけど、日本の繁華街で中国人の犯罪者組織が日本の暴力団を殺害したという事件がたくさんあったと聞いています。それは あったと聞いているとしか言えないのは、日本の暴力団が中国の暴力団に殺されたと、警察に捜査をしてくれなんていうようなことを日本の暴力団が頼むことはできやしないと、やられたことは自分たちの力でやり返すというのが暴力団の論理ですから、そういったことが表に発覚しないというふうなこともたくさんあったと思います。今は10年前20年前に中国人の犯罪組織が
日本の国内であちこちにいたというような状況は今ないですね。将来の日本の社会情勢がどういうふうになるか、経済情勢がどういうふうになるかによって、将来の暴力団の姿っていうのはそれによって変わると思います。だから警察の取り締まりっていうのは必要なんですけど、日本の暴力団が警察の取り締まりやその他で、本当に壊滅されてしまうというようなことがもしあったとしたら、日本の暴力団がそこで持っていた縄張りその他が、外国の犯罪組織がそこに入り込んできて日本の暴力団と同じような活動を始めると思います。武士道精神は侍精神、ヤクザは任侠スピリット、任侠精神、これはヤクザです。今のヤクザというのは、昔と違って、まあ、かけたら教育が甘いと、教育が弱いというか、強い人間が育たないと、人を殺すのは大体60歳の人が多いわけですよ。若い20代の人はあまり人を殺さない。60歳、70歳が人を殺しに行く。これはやはり今の若い人たちにはそれだけの力がないという。人を殺すことができないような人間は、やっぱりヤクザにはなってはいけない。で、いざという時は自分で首切ってでも死ねる人間じゃなければ、責任取る人間じゃなければダメなんで。けじめちゅうて。ヤクザのメンバー費が高いでしょ。だから1ヶ月10万とか20万とか払えなくなってきてる。だから全部が逃げる。これも集金システムっていうのがあったわけ。集金、金集めるシステム。これが今はもうそう機能しなくなって。ヤクザの飯使って金集めようと集まらない。上持っていけない。親分はまたその上持っていけない。だから組織のピラミッドは今崩壊する、ディストロイする、崩れる。こういう状態になっています。ヤクザは認めないという日本の法律が、どん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 追い詰めていけば、これヤクザでもなくなります。日本からなくなります。表のヤクザはなくなる。しかし、ヤクザは必ず地下へ潜る。右翼団体だと、宗教団体だという名前に変わってマフィア化していくということですよね。それは警察も分かってるけども、ね、バカ警察はそれを右翼を追求しない。やることは一緒です。犯罪行為をやるでしょう。マフィアとして。ヨーロッパのマフィア、アメリカのマフィア、コリアンのマフィア、チャイニーズのマフィア、ジャパニーズマフィアと、ね、いうようになってくると思いますよ。ヤクザの名前を取り除くだけが目的で。お墓はね、うちの初代、一番最初に玉が行ったというのを作った人、この人の命日に、その日にまず毎月を参る。だから日本の文化、ヤクザの歴史という、教科書の歴史というのと、神や仏を敬い、崇めるということ。敬い、崇めるということは大事にすることだ、簡単に言えば。それが日本のヤクザとの歴史の中で気づいてきた宗教との関わり合い。ヤクザ全滅をさせようと思ってるんだろうから、そのために作った暴対法だろうから、ものすごく減ってますね。例えばヤクザは預金ができないとか、銀行取引ができないとか、不動産売買に介入できないとか、こちらもやっぱりそれにな対抗しなきゃならないし、そうすればやってる仕事も見せないし、警察との
連携プレーもしない、そういう状況になってくると思うよ。警察が我々を締め付ければ外国のまあ矢が入りやすくなるということだ。ところが日本人はもうすぐ分かるわけだ。この男はあそこの事務所へ行けばいる男だということがすぐ分かるから、どうしても捕まえやすくなるな。これはいつ彼らが集まってどういう計画を立てるかっていうのは、当人しか分かんないことだ。私が、刑事関係に、入った時ですね、以後ずっと毎年スクラップしてます。その中で一番、思い出のある事件、一番残忍の事件の記憶があるんですけども、平成15年群馬県の前橋の三俣っていう町があるんですけども、その町のあるスナックで、暴力団が通常の生活している片木の人を4人拳銃で乱射した。そして当時暴力団1人もですね、拳銃に撃たれて亡くなったっていう事件がありました。任侠、もともと任侠っていうのは、強いものをくじいて弱いものを助けるというのが任侠の本分でもあったわけです。でもその時は事案が発生すると、その事案は先ほど言った通り私がやったんだ、非常にその警察の方には迷惑かけては申し訳ないということで、自分から自ら警察の方へ名乗り出たわけなんですけども、そこの駆け引きっていうのが今はない。今はですね、大きな犯罪また小さい犯罪でもあっても必ず出頭しない、誰がやったかということが分かっていても組全体が隠す、また逃走させる、決して警察には通報しない、そういうのがやはり変わってきた。組織全体の行動パターンというのも従前から見るとものすごく変わってきた。実際に暴対法が施行されてからは、現実に、まあ、表面に出ている人数と水面下で、暗躍している数っていうのは当然違うと思います。なぜならば、表面に出ている数字っていうのはあくまでも公表数字、しかし水面下で、暗躍している数字っていうのは1万から2万違うと思います。やはり暴対法が施行されてから、各組織は、例えば〇〇一家は何名だという数字が出されると非常に活動しにくい、しかし登録されてないけども組織として動いている人数っていうのはいると思いますね。お父さんからは、まだ親父が生きてた時だからよく手紙をもらいました。警察にあんま迷惑かくんじゃないぞ。 おい地震だ。またお、これ地震速報や。茨城県で地震発生、強い揺れに備えてください。うん、来た来たよ。音じゃない、うん、いやいや地震来るよ。強い揺れだぞ、ほら。じゃあ行こうか、下に。いや、いいよ、馬鹿野郎、お前。ここ詰めるわけねえじゃん。来たか？死ぬときは一緒だよ、セワンちゃん。宮城県にいます。これから避難所を訪ねまして皆さんにビールを
配っていきたいと思っております。酒でも飲んで元気を出してもらいたいからです。前回石巻に行った時は住吉会として行きました。地震から10日後、その時は水、カップヌードル、自転車20台、現地の人が車なくなったから街中で遠いとこ行く時は自転車が一番役立つとみんな喜んでくれました。それはヤクザも市民も何も関係ない。いやーすごいね、想像を絶する世界だね。何もないね、何も。自分の目で被災地を見て、いやーすごいことがあったんだなという気持ちになっております。全然違うね、すごいね。はい、帰ります。もう涙も出てこないよ、虚しすぎて。この船を見てごらん、これ船はあるし、お前車はいっぱいあるし、すごいね、すごい。うーん、怖いね、自然っていうのは。広島とか長崎と全く一緒、原爆落ちた後と全然変わんないね。ヤクザの敵対してるね、相手もまあ怖いと思ったこともあるけども、でもこの自然の津波だとか地震だとか、これは考えもしないことだから、地獄絵だったな。学校へ行ってね、要は昨日まではここでみんな学校生活を送ってたんだなと。それが、まあ、津波が来て、でもまああの学校の屋上に避難した人たちはみんな助かったようなことを聞いております。みんな、ゼロ無の世界に帰っていったんだなと思うと切なくなるね。家族は全部反対。俺は熊本の出身だ。で、田舎のヤクザっていうのは肩着をいじめるから、高校生の僕だっていじめられたわけだ。だからヤクザというものがものすごく悪いっていう印象があった。だからヤクザだけにはなっちゃいけないよと親からはよく言われました。家族、ファミリー、これはね一番大事にしなきゃ。会で一つの組織で何かを立ち上げる、そしてお金を、まあ、給料じゃないけどももらう、これがファミリーだと思うんだ。それがない、全部各個人だ。だから助け合いもなければ、ところが今度一人だけが良くなればだよ、一人が良くなれば足を引っ張る人間が出てくる。チンコロ、
警察に密告したり、これじゃねえファミリーじゃねえな。そしたらね、まあ俺は女の子3人だ、どうも俺を避けるわけだな、みんなが。どうしたって聞いたら、いや学校でいじめられると。どういじめられるんだと。いやヤクザ入れ墨入れたやつとか結構やっぱ来てたから、若い衆がヤクザの子ってことでいじめられるんだと。別にお前ら関係ないやないかいと。よし、じゃあそいつらの呼べと、親を呼べと、学校行くと俺は。でもまあその時のワイフがな、それだけはやめてと、もっとみんなが冷たくなると。これじゃねえかわいそうだよな俺が。本当にみんなぶち殺してかったその時は。だから離婚っていうことを取ったわけだよ。いない方が幸せになると思ったから。まあ今電話ではたまに連絡を取ってるけどね、あんまり会ってない。今回地震があって6年ぶりぐらいかな、電話を入れて。そうしたらね、こういう話をしたな。サリちゃんは結婚するのかいって言ったら、結婚はしないと。おお、なんで。いや、パパのこと面倒見てあげると。嬉しくて涙が出て。家族っていうものはやっぱりね、いいもんだよ。ねえ、いるよ。彼は私の孫で、名前は力と言います、今年齢は8歳か、はい、はい、8歳です。彼は2番目の力の弟の蓮です。いくつだっけ？3歳です。おじいちゃんはヤクザです。うん、自分はなんか大きくなったらヤクザはなりたくないんですか？なってみたいです。あとおじいちゃんの友達はどう思いますか？かっこいいと思いますか？まあまあいいと思います。そして言いようがありません。あ、一時ヘッパブでしたっけ？ヘッパブとか姉の犬って流行ったっすね。これは血がつながってる家族だから、これも非常に大変なこと、大切なことです。だからこれを守るためにはやっぱり強気にして、犠牲になるときは犠牲になってやる精神が必要だと思うし。ハロー、ハワイユー。 I'm very fine。 本当のファミリーと、それとこの疑似家族な、これも非常に重要なこと。家族以上に思わなきゃならないことだ。なぜかといえば、血が一つもつながってないのに杯を一つ飲むだけで下がってくれるわけだから、ちゃんと書いて、そこに固くじゃねえけどメタルをずーっと組んで、こういうあれがあるからこう止めて、それを3段ぐらいにすればメタルがこのくらいだから。ヤクザにはそのなんていうの、避けて通れないところがあるんだよね。あるいはこの乱暴に人を謝らなきゃならない時だとか、抗争事件でしたくないこともしなきゃならない、そういう時に必ずついてもらうのが、懲役というプリズンに行くというね、そういったことがあるんで、それは非常に苦しいことですよ。だからそういう思いを
自分の息子や孫にはさせたくないと、こういうことだな。キビヤン、稲川会なんだ。キリン組では先生はキリン組やだ。あと何じゃなくて、あと何組だったんだっけ。メス組と詐欺組。私自身が37年間あの暴力団取締りやってきた中でですね、やはり中には本当にあの条理を尽くして、取り調べをしてもですね全くわからない人間もいます。それはもう人間千差万別ですから。でやはりその中でですね、取り調べが終わって裁判で処分が決まって、懲役に行って懲役から出てきた時にですね、お年の文句、私一人ならいいんですけども、やはり私を含める家族に対するその攻撃っていうのは、それはもうやはり一件二件はもうあったことは事実ですね。怖いですけども、まあ仕事でやってるんだからというような気持ちで、向かってましたね。薬物をやったことについて家庭が崩壊した、まあ、その本人からその生活を立て直してくれということでですね、当時小学校入学する子どもたちをですね、懲役に行った組員の代わりにですね、授業参観に行ったりですね、運動会にも行ったことはありますね。家族はやはり関係ないわけですから、その一家の者が懲役に行っている間は、まあ、お父さん代わり何回か面倒見たことがありますですね。子供は57名おります。70歳だけど子供を産ますことはできる。いつでも生まれる。息子は息子のライフがあって、息子がヤクザになろうがギャングになろうが息子の人生に親は関係しません。だから息子は自分の間違いがあれば自分で直す、そしてトラブルになれば自分で相手と戦う、そして相手を殺せば刑務所プリズンに行く、場合によっては撃ち殺される、殺される場合もあるでしょう。これは構わない。だから2週間前も3週間前、今月私の一人の息子は死にました。だから外国でも2人死んでます、過去ね。だからそういう意味で自分の息子が死ぬ仕方がない、これはその道を選んだ息子の問題であって、親は子供の時は育てる、あとは息子たちのもの、娘たちの人生は彼らが自分で作っていく、自分で育てていく。間違えば潰れる、間違って殺される、これは仕方がありません。ああ郡山な、昔喧嘩したとこや。稲川会の高齢一家なんてやってさ、俺は捕まえたんだから8人、そいつが車で来たんだよ、入れ墨出しながら、あの8人ぐらいで福島の生で来てるからおかしいと思うだろう、喧嘩してる時に。だからバカなんだよな。ボクシングとかのプロモーターから芸能界から全てオールマイティでございますよ。だから水も25円で入るんだよ、500ミリリットルが。いや被災地もほら足らないって言うから水がね。だから今度は1泊2日まあ2泊3泊ってしようと思ったけども、やっぱり1泊でいいんじゃないかっていうことになってな。ビールは差し入れはできないよということはもう分かってました。その避難所では飲んではいけないよっていうのは分かったけども、まあこういう時だからビールでも入れたいということで、
まあ、持って行ってビールはね中では飲めます。でも飲んでる人もいましたよ。でも私らはそういうのはね見ぬふりしてね男同士で飲んでるからそれは私らは言わないです。ふにょくん、あんたの好きなおビールどうぞ。あのドイツ柄のお土産なんですって。ありがとうございます。そうね、苦労して建てたうち、9年目だったんですよ建てて。でこういう生活したでしょ。でやっぱりあのこう物をもらう時とかなんだって目地味だなってね、そう思いましたよ。涙ボロボロ出ました。何本ぐらいもらってくるかだよ。もらってて避難所行った時にその女の人から聞いたけども暗い中でコブラが来たという表現をされたけどもすごく怖かったんだろうなっていう気持ちはありますね。だから何にも取れなかったですよね。大事なのは肌が一貫で逃げる。やっぱりその何かを訴えてるような目をみんながしてて、まあ俺も69歳ぐらいの人と話をしたけども、ああこの人このまんま死ぬんじゃないかなとかそういうのを考えた時にもうかける言葉がなかったね。私も言いましたよ、別居にドイツの。悲しい気持ちになりましたね。でもみんなが、はあ、嬉しいな、飲みたいなという顔で見てくれてました。みんなが喜んで持っていった姿が頭に脳裏に焼き付いております。今飲んだよ、いただきましたからね。ありがとうございます。本当に美味しい。久々に飲みましたからね。久しぶりでしょ。ほら、ポーっと手が熱くなっちゃったから脱いで。命を飾る花よりも空に昇って湯になれやるぞと決めたら一本道だ。わしらも高台まで登ったけども、まあ一段高いところに慰霊碑みたいなのがあった。まあ壊されてたけど、そこへ自分の家があった人たちがみんな出向いてきて、なんとも言えない光景を 見たと思うな。声もかけられなかったよ。風も輝く芝浦の海が男の我が命。なんで急にこんな厳しくなったのか、ヤクザに対して、これがわからないんだよ。詐欺師が多いな今。老人を騙したり、被災地でも詐欺とか暴力行為、いっぱいあるみたいだな。だ悪いのが多すぎる。後悔することは多すぎてわからない。こういう性格だから結構人にも迷惑かけたし、あこれしなきゃよかったな、ここでこうあんまりいじめなきゃよかったなっていう思いはいっぱいあります。暴飲暴食だな原因は。まあ酒を飲むだけ飲み、食べるだけ食べ、寝ない、これをずっと繰り返してた。
やっぱり体も悲鳴を上げるわな。で糖尿病、今インシュリンというものをね打ってます。あー、総裁が来た、総裁が来た、先生来た、はい、今ナンパさん、やっぱり薬剤やってると今仕事は決まりそうで何も決まらない。みんなヤクザの人たちはうつ病みたいになってます。俺もそうだった。夢がない、当てがないと、やっぱりどんどん悪くなる。糖尿病も数値が上がる。起こると 4.11 に起こると俺言ってるだろ。へえ、起こったよね。やっぱり防体法というものができ、どういう法律か本当によく分かんないけども、自分で住む家も借りられない、今住んでるとこも出ていかなきゃいけない、健康保険証までもくれないような状況。わあ、よう毛が取れまんな。かわいいな。これはね、人間として見なされていない動物ですよ。桜ももう終わりですよ。後悔よ、まあ、またあれだよ、お前ヤクザを辞めたことが後悔だよ。でもそれは言えないだろう。これからは堅気でやっていこうと思ったんだから。私の仕事的にはヤクザは多ければ多いほどありがたいですね。今任侠は昔から比べると少なくなってきてますよね。お客さんが減るってことですよね。そういういい親分が防体法でできて生活していけないからヤクザ辞めちゃったような親分が多いですからね。おはようございます。おはようございます。今晩田中豊彦をもって玉川一家八代目、二番目の人、三番目の人、私が8番目の人だ。今度は9番目の人にあれを私があげるわ。ヤクザを取り締まるという法律を作るときに政治家は一番作りやすいんですよ。もしヤクザをなくしましょうって誰かが言う、政治家が何を作るときも政府の都合のいい法律を作るときはまずヤクザをターゲットにして法律を作る。そうするとそれは絶対に反対ゼロで、法案が通る。それでヤクザのにも適用するけども、他にも法律だから適用できるわけだ、他にも使えるわけだ。ヤクザに対しては携帯電話の傍受もファックスの傍受もできるという法律がある。そんなことは本当あっちゃいけない。日本で暮らしている人たちは全部平等じゃなきゃいけないんだ、憲法かな。一番いい話がヤクザはゴルフ場行っちゃいけないんだ。そして今度は車もヤクザに売ってはダメ。そのうち病気してもお医者さんがあんたヤクザだからダメっていう可能性が多分出てきた。そうすると病気もヤクザはできないのか。これは人間扱いじゃないでしょう。これは憲法違反でしょう。動物の社会もそうなんだけども、テリトリーって必ずあるのな。誰かいなくなれば必ず入ってくるんだけど、ブーンと飛ぶハエ、これがここに一匹いたとする。それをパーンと叩いて落とすと、しばらくするとまた一匹入ってくる。それが日本人のマフィアであろうが外国のマフィアだろうが、蜜の美味しいお金という一つの蜜がある以上は何としてもそれはなくならないんだ。寂しいなってのは思いますけどね。結局ヤクザっていうのは必要悪だと僕は思ってますんで。よーい、はい。あ、ばあちゃん、結局今の日本の治安を守るのに、その例えば中国人マフィアですとか、不良たちが
うろあの街でね、夜の街を徘徊してくだらない犯罪が増えてるわけじゃないですか。昔の日本というのはそのヤクザ屋さんが自警団としてそれぞれの地域をちゃんと管理してたわけですよ。だからそういう部分がやっぱ警察の締め付けでヤクザは減ってきてるけど、その分違う犯罪が増えてるんだと思うんで、僕個人の意見としては寂しいことだなと思いますけどね。ヤクザを、悪いことをしているヤクザを取り締まるのは当たり前のことで、どんどん取り締まってもらいたいと思いますし、ただあの中にはやはりいわゆる町の治安に協力した、それがまあだん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 暴力化、反暴力化するしたりですね、そういうことによって、悪い方向に行っている人たちも一部は、一部って大部分なんでしょう、まあ行っていると、それは取り締まるのは当たり前の話で、ただもう人間としてね、そのやっぱりやりすぎっていう部分が最近すごいですからね。ここまでやっていいんだろうと。例えば一般人だったら絶対捕まらない、立ち小便とかですね、そういうことだけでももう起訴されるみたいな状況になってますから、これはちょっと怖いですよね。要するに国家権力がそこまで行ってしまうと、まあ、ファシストになっていく傾向があるんで、そこが怖いと。私が長い間暴力団の取り締まりをしてきた中で、杯ごとというのがあります。暴力団でもその日本の文化を継承しながら組織行動を行っていくというのが実情で、その点私も彼らに対しては評価しております。人を敬う、彼らがやらなければならない行動の一つであります。日本の国においては日本人ばかりの暴力団、または暴力団組織ではないですね。やはり、諸外国から入ってきますね。その入ってくる人間というのは一番早い仕事、つまり薬物の売買が多いんですね。外国の人間が日本で事件を起こす、こういうことを言っていいかどうかは分からないけども、日本人の暴力団が自分の島を守るというのが掟になっているわけですから、そういう死守することも、まあ、時によっては大事かな。それは警察社会が手を出すことのできない、特別なその世界がもちろんあるわけで、そういう世界にこそ日本の暴力団が顔を出して、諸外国から入ってくる外国人、また、入ってきた外国人が日本で犯罪行為を起こさないような、もう少しまた国民も現存の暴力団に対して見る目が違ってくるかなというふうに思います。まあ銀座を破門になってここで一からやり直そうと思ってまあ頑張ってきたけども、まあみんなのまあ裏切りにも遭い、トラブル続きで大変なことになってしまったよ。まあね、一番切ない時に、まあ逃げた、まあそういうやつだったのかと思うと寂しいよ。参った、どうしたらいいかわからないよ。まあその家賃を入れてないから出て行かなきゃいけない状況になりました。まあ家賃を250万払ってくれということで、言われております。まあここを使っていいよっていうことで入ったからね。だからまあうまいこと仕事がいったら入れようとは思ってた。まあ37年ヤクザやってきたから何もそういう堅気の仕事は知らないし、
まだどこへ行って何をするか決めてない。ただここを出ていかなきゃいけないってことだけだよ。うん、暗くなったな、ここで。でも負けないよ、また一から頑張るよ。